おめでとうございます。今日は年の初めの最初の研究会でもありますし、ちょうど研究会始めて80回目になります。でここに経緯をいろいろ考えてました。実はこの研究会も16、17年間やってるんですね。正確にはどこが起点かっていうのはよくわからないんですけど、でこの研究会を始めてですね、もう80回ちょうどになったということが一つと、で去年の9月からですね、会長は今まで東大の名誉教授の平田先生がずっと会長されていましたが、9月から私が引き受けることになりまして、でいろんな節目の年になります。で私も実は来週70歳になります。でもうずっとは続けられるんだろうと、そういうことがですね、それで研究会も、まあ、いろいろ今までやってきたことをですね総括して、でかつこれからどういう方向に向かっていくかということをですね、ぼつぼつけじめをつけなくちゃいけないだろうと、まあ、いうこともありましてですね、本年の最初の回はですね、私が過去の、これまでの経緯と、それからこれからどういうことを目指していくかでいうことをですね、報告させていただいて、ぜひ皆さんの意見を伺ってですね、そう行くべきかとかね、もうやったって無駄だとかですね、そういうご判断いただきたいと、まあ、いう趣旨でですね、私が話させていただくということになりました。で実は今日お話しする内容ですが、私が代表して話すということになるんだけど、実はここに書いてますようにですね、延べ千数百人関わってるんです、最初から概算ですけどね。で実際になんかですね作業やったとかレポート書いたとかですね、なんか動いたっていう実動した人だけでもですね、おそらく200人近くの方がいらっしゃるんじゃないかと思います。でここに2003年の1月に、この九州国際大学の次世代システム研究所の1回目のですね研究所報告書があります。でここ後でこう会談しますけど、これが公式にですねまあ、研究会活動を始めた、最初のレポートになるんじゃないかなと思います。であるいは一方でですね、その前に青年会議所等をですね中心にエコ活動っていうのをやってます。でストック型社会っていう概念今からお話しするんですが、その話に行く前にですね、エコノミー・アズ・エコロジーっていう考え方なんですが、それをもとにですね、10年近くやっぱり慈善活動をやってます。でその後に研究活動をやってます。でその結果何が生まれたか、でこれから何を目指していくかということをお話しします。で資料ですね、もう皆さんご覧になった方も多いと思いますが、初めての方のためにですねこの青年会議所はやった、エコ活動、それから次世代システム研究所を中心に、あるいはその研究会議っていうのはそれを元にやってるんですが、レポートをですね開覧いたしますので、初めての方はぜひどういう方がですね、関わったかというように見ていただきたいと思います。で特にこの、研究所法はですねこの目次の3割にこう書いてあります。でこれはどなたがどういうことを書いたかということがこう出てます。でこれよくご覧になると、その後、想像たるいろいろなことをやられた方がですね、この後ですね、例えば名前言うと例を挙げますと、一番最初森谷さんなんていうのは環境者の方なんですけど、COP16 の日本代表の方ですね、そういう方がですね想像たる方たちがこの基礎理論を作ってずっと検証研究をやって、つい最近ではですね宮崎さんが去年の11月までですかね、JST 文部科学省の9月まではですね、文部科学省の研究費いただきまして、いろんな検証研究のようなこともやってます。で後でお話ししますが、法律も一つ作りました。でなかなかですねこういう市民活動からですね実際に法律を作るっていうことは私の学生から言わせたらですねそんなに簡単に法律なんかできるはずないとこういうふうにおっしゃる方もいるんですけど実際これ、ご覧になったら分かると思いますが、私どもがこの延べ千何百人の方たちの、サマリーとしてですね一つだけ家に関する法律は作っています。で今日お話しするのはこの延長でですね、いかにして、この地域あるいはその延長として国日本の国をどういう形でですね持続可能な、国を作っていくかということに言及していきたいと思います。でこれもですね思わしてます。でここには世論形成の話からですねそれから理論形成の話からそれから実際に政策を作っていく過程からですね法律がどういう法律でなっていったかとでその後は社会システムってどう展開するかという時に環境モデル都市っていうですね、考え方にどう延長していったかというのがですね各章ごとにサマにしたやつがございますので、ざっとご覧になってください。これもよかったらこちらからずっと対談していただきたいで、時間がですね限られておりますので、今日最初にお話したのは私が説明しますが実はさまざまな方たちのですね、研究結果あるいは活動計画を集約したものを私が、お話しさせていただいているというようにお考えいただきたいと思います。で持続可能な社会ということを考えるんですが、流行り言葉でいっぱいありました。例えば環境ですね、地球環境問題、持続可能な、ね、地球環境あるいは自然、自然保護とかですね、あるいはですね経済の持続可能性、あるいは地域の持続可能性いろんな言葉があります。でそもそも持続可能性ってみんなどの切り口で言ってるのかということをですねはっきりしなくちゃいけないんじゃないかと思います。でこういうことをですね考える上で、多分ですね、この哲学で言えばですねいろいろ自然科学あるいは社会科学、人文科学でいろんな哲学がこれまでありますが共通項を見ますとですね、多分この4つに、まとまるんじゃないか。広い視野から物事を見なさい。それから長い視点から物事を考えなさい。でかつですね既存の知識にとらわれずにですね総合的に考えていけでそれを自らの意思でですね実行していきなさい。こういうのがですねあらゆる哲学の共通項じゃないかと思います。でここでお話しするストック型社会というのはですねそういうことを、まとめた一つの考え方だというように思っていただきたいと思います。でよく言われますように今言ってましたように持続可能というのはですね実は全ての概念を含んでいます。で当然地球環境からですね、私たちの生活社会人類そのものの持続可能性、これをね、どうやって束ねて考えていくかと要は宇宙の話になるかも分かりません、地球環境社会環境それで自分の生活というところからですね、まとめて考えていくっていうのは、結構複雑な話になるんではないか。でこれを分かりやすくですね誰にでも分かるように、まとめていこうというのがですね、当初のエコ活動でございます。でここではですね持続可能社会っていうのは生活経済資源環境安全とかいろいろあります。でそういうものがですね個々にではなく統合的にまとめた概念を持続可能な社会いうように定義したいと思います。で今私たちが生きているこの時代だけでなくてですね重要なことは後に続く世代例えば2050年以降に、生きる人たちの今言ったような生活経済資源環境等がですね安全安心に保障される社会づくりを今から着地するということではないかと、いうことになります。でこれ大学院の学生来てますけど、論理的に少し考えるならばですね、こういうような論理でいくんじゃないかということなんですがざっくり言えばですねお医者さんと同じだとで今の社会っていうのはどういうことか、診察してない、診断する。でこの診断してですね、いろんな治療法を考える。でその治療法もですね、診断の見方によってですね、どの治療法をやるかというのはこうお医者さん、ここにお医者さんもいらっしゃいますけど、まあ考えられる。で実際にその中から治療をやっていく。で、この一連の流れはですね、あらゆる科学あるいはあらゆる活動についてもですね、共通になるんではないかと。でいかに総合的にですね、まあ、診断するかというところがですね、先ほど書いてますエコ理論で、その中から非常に多様な選択肢、どんな治療をするのかということをですね、無限に考えるロジックというのがあるんですが、今日はそこの方は割愛させていただきます。でその結果、私たちの研究会としてはストック型社会論というですね、治療法を考えた。で、それをどうやってですね、実装していくかと、まあ、いうことをですね、お話ししてきたわけです。でまあ、あんまり難しいことをですねお話しすると、例えば普通の市民の方にですね、こんな話すると分かりませんで嫌になります。そこで例えばゴーギャンのですねこういう映画があります、我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこに行くのか、まあ、こういう命題についてですね、この次世代システム研究会はエコ研究会からずっと考えてきた、まあいうふうにお考えいただきたいと思います。しかし幸いですね、この十何年間でですね劇的に世の中が変わりました。でまあお分かりの通り人類社会というのは劇的に変わっていってます。でその中でですね、環境問題、資源問題、もうこれもいろんな問題が起こってきてますし、でこれも劇的に変わっていってます。で一方で人々のですねまあ、希望っていいますか、欲望っていいますか、これも限りなく広がり、限りなく叶えられています。でここのところをですねもう一度ゴーギャンの絵に帰っていきますと、我々はどこから来たのかというのはざっくり言ってですね、もう分かったと、いやもう分かりかけてるっていう方がいいかも分かりません。例えばもうこの十数年間、特にこの45年ですか、いろんな研究発表とかですね本が出てます。宇宙理論物理学からですね、その、量子論からですね、それから生命科学、遺伝子ですね、こういうようなことはですねもう劇的にこう分かってきた。で、しかもですね普通の人がもう分かるようになってきたと。で我々はどこから来たのかっていうのももうね大体分かってきたと。だけど完全に分かってるわけじゃないですよ。大体分かってきた。で我々何者かっていうのもですね、これも大体分かってきた。で少なくともね34年前で、僕らが研究会始めた20年ぐらい前からはねもう劇的に分かってます。今そんな本いっぱい出てる、このホモ・サピエンスとは何か、それから脳科学ですね、この我々の自我、これなんていうのはこの3年間でですね本当に分かりやすい本がいっぱい出てます。で我々はどこに行くのかと、まあ、こういうことをですね我々は何者かということを考えた上で、我々はどこに行くのかというよりも日本人はどこに行くべきかと、まあ、いうような命題でですね今日の話を進めていきたいと思います。でまずはですね我々はどこから来たのかですが、もう素粒子力ビッグバンの話からですね、こういう理論物理学とか、あるいは素粒子論とか、最後はこの生命につながるところもですね、もうとにかく普通の人でも分かるように分かってきた。ネットで調べるだけでですねもう本当に便利な時代でですねよく分かるようになって見えてきたんですね。だけど私たちの行動はそうかも、どうなるか分かりません。遺伝子についてもそうです。で進化についてもそうです。この20〜30年間でですねものすごく詳しく分かってきた。でまあ、このサマリーから言えることはですね、全ての生物の生命活動はこの膨張を目指すということで、まあ、とにかくどんどん大きくなる。で群れになって社会もどんどん大きくなる。でただですねその膨張する過程でですね環境っていうこの制約条件でですね、まあ個体あるいは社会、群れがですね制約される、これはですねものすごく今素晴らしい文明を持っている我々人類にとっても全く同じに当てはまるということが言えるんではないかと。で我々が、20万年前と言われてますが、このアフリカの地でですね発生して多分、9万年前にですね、この移動を始めた、6万年前に移動を始めた、いろいろ説がありますが、これもですねネットでご覧になったらこんなのいっぱいわかります本当に便利な時代でですね、本を買わなくてもですねいろんな方がどういう見方してるか、結局我々広がった、地球いっぱいに広がったで、どんどん数も増えていった、生物量としてですね地球上の生物量の、陸上だけで見ますとですね、家畜と人間だけでもはや80% から 85% ですね、占めちゃった。で、まあ、そういうことでですね生物的秩序を壊しながら我々はですね、まあ、拡大している最中にあるわけです。で、我々は何者かということについても先ほど言いましたようにですね脳科学が劇的に進んだと。で、まあ、ざっくり言いまして、私たちは大脳が異常に発達した動物である。で、言語道具技術を蓄積してで環境を作り変えることでですね先進国ではもはや自然淘汰しなくなった動物である。でその、まあ、違いなんですが私たちには素晴らしい脳があってと、こういうのも最近 NHK はじめですねもういろんなところでその我々の脳がどんなものかということはもう普通の人でも分かるようになった。でこの脳を使ってですね、自然科学、社会科学、人文科学劇的に進んでます。でどのくらい劇的かと後で見ますがこれ指数的に劇的になってます。で学問で言いますとですね自然科学も社会科学ももうとりあえずものすごく専門分化する。でどんどん専門分化する。で専門分化したらですね、まあ、どういうことになるかというとですねまあその一番進んだのは先端知っていうんですけどみんな最新の知識が欲しいがで科学技術は特にそうですね先端の知識は何かでそういうものがどんどん進みますとですねどういうことが起こるかというと、実は自分の専門のことは分かるけどその他の専門のことは全く分からない、まあいかに優れた大脳があってもですね、全体が分からないと。で一昔前はですね自分が住んでる社会がどんな社会か、自ら理解して自ら制御することが可能でした。例えば、この北九州の八幡市があります。八幡市の中でねどんなことが起こって誰が何やってどうしたらどうなるかって分かってたんだけど今はですね世界がどんどん広がったんです。地球の裏側で起こったことがですね、日々の生活にね影響が、及ぼしてくる。で、じゃあ地球の裏側でどんなことが起こってるのかあるいは科学技術の場でどんなことが起こってるのかわからないでいろんな新しいことが起こります、いろんな技術ができます。でその結果がですねやがてどういうことになるかどういうふうに戻ってくるかというのがわからないで、よかれと思ってですね多分科学技術もどんどん進んでます。文明が進んでます。だけどですねよかれと思ってやった結果ですね実は結果的にとんでもないことが起こってしまう。いっぱいこういう事例があります、環境の問題も多くはそうです。それから経済の問題もおそらくはそうでしょう。後でお話します、まあ金融のグローバリゼーションもそういうことかもわかりません。要はですねこれから先、社会がどんどん専門分化する、その結果ですね何が起こるかっていうとですねもしかしたらですねこの部分最適解を全部足した結果その総和は全体の最適化にならないかもわからない。で、もしかしたら、近い将来にですねこのカオスのようなですね文明に遭遇するかもしれない、そういう現象っていうのはね世界をご覧になるとお分かりになるようにですねアフリカで何が起こってるか中東で何が起こってるか、これがですねまあ、我々の社会でもですね何が起こるかわからないというようなことがですねひしひしとこう分かって感覚として分かってきてるんではないかと。でこの全体を見るというのは非常に難しいんではないかで、起こってもですね環境問題がそうでありますようにですね、問題の原因と因果関係がわからないで、分かっても制御できない、いうようなことがですね社会的に起こってくる。で、この、部分最適で全体的統合が見えないで、行動的にはですね分業してやらなくちゃいけませんから、縦割り社会化に世界中がなっている。自分の専門のところだけ、自分のところだけで、専門文化がどんどん進行してきますとですね、ますます部分最適化が進むか、こういうところでですね、この変化自体がですねこの直線的にこう変わるんじゃなくてですね、倍々指数変化する。で、今までの変化に比べてですね、これから先の変化はもっと早いんです。で、もっと早いということを過去に我々経験してませんから、気が付いた時にはね、とんでもないことになってしまってるかもわからないというようなことが起こるかも。で、データ見ますとですね、基礎技術がみんな直線変化ですね、自然科学、工学、社会科学、みんな指数変化です。この直線変化ってありません。で、いろいろ資源の消費量とかエネルギーの消費量とかですね、こういうものを見てもですね直線変化じゃありません、指数変化です。エネルギーの使用量もそうです。それから特に後でもっと詳しく見ますが、人類、我々のね数、人口がですね劇的に変化したんです。産業革命以降ですね、もうこれはもうどうしようもなく変化していると。で、多分これは制御できない。で、こういうことがですね、起こってくるとこれから先の社会、私たちの生活、あるいは私たちのこうやら孫の社会、あるいは地域の社会、いろんな単位で見てもいいんですが、非常に危機的な状況になるかもわからない。で、この要はこの先端地をいくら追ってもですね部分最適化に陥ってしまうかもわからないと。そこでですね、どうやってこれをですね、総合的に見ていくかということが重要だ。で、部分部分で見るんではなくて、生活、経済、資源、環境、その他ですねいろんなことを総合的に見るのにどういう眼鏡をかけて見れば総合的に見れるのかというのが一番最初にお話ししました。今資料もあってますが、エコエコ活動って僕ら言ってます。エコノミー・アズ・エコロジーと最初言いました。経済学の問題はですね生物学のモデルで置き換えてみたら何が見えるんだろうか、そういう単純な発想でですねこれ始まりました。で、地に関しましてはですね最近トフラの「40 for the next 40」っていう本が、去年か一昨年出ました、未来学者ご存知の方多いと思いますが、これからの40年、今までの過去と全然違う。で、そのためにですね40の問題をクリアしなくちゃいけない。で、いちいちこれ話すと大変なんですけど、一番重要なことはですね知識には寿命があるということなんです。さっき先端知って一生懸命言いました。で、その先端の知識をいくら覚えたって無駄だということなんです。で、なぜかというとですね3年経ったらその知識はね常識じゃなくなる。そういうことでですね、我々世の中が変化している。しかしですねこれは心配しなくていい。さっきから言ってるようにネットでねいくらでもわかる。一番新しい論文もですねネットで分かれます、英語が分かればですね、アメリカやヨーロッパでどんなことが分かるのか、見れます。で、だから要はですねこれから40年の課題はですね、このネットで分かる既存の知識だけでもダメなんじゃないか。一番重要なのは何かとですねやっぱり自分の軸を持って、あるいは自分たちの地域とか自分たちの軸を持ってですね、世の中を見ていくということになるんじゃないかと。で、要はですねこの直線変化じゃなくて指数変化にこうなっています。で、昨日の続きに今日があって今日の続きに明日があると思ったらですね実は外れると。で、地域計画あるいは人生計画をですね昨日の続きに今日があって今日の続きに明日があると思ってやっとったら外れるから、この将来の動向を何らかの形でですねこう予測して、でそれに合うような新しい方法を考えていかないと、こう適用する方法を考えていかないとですね、多分淘汰される。でもういやおうなしにですね、もうこういう状況に我々はあるで、この、できれば生活の考え方、あるいはですね社会の在り方、あるいは会社の経営の在り方、こういうものをね、過去の知識、じっとり二じっとり三じっとり知識が一生懸命あるようにですね、論理的に物事を考えてね、立ちどころにね1万通りは俺は考えられる、私は考えられるというような実は論理が必要なんですね。でここの話は今日は飛ばします。要は複雑化します、だからこの混沌の中でですねどうやってですね、抜けられるかで、この変化そのものをですね多分否定することもできる。なぜならばこれは我々は人間なんですから、人間っていうのはですね常に新しいものを追ってます、野生の生物と違ってですね欲求が満たされて行動が止まる動物じゃない、常に新しいものを求めますで、その新しいものを求めるっていうのをこの脳が、発生以来ずっとね、こういう特性を持ってですね石器を作り鉄器を作り現代文明を作ってきたわけです。でどんどん進みます。でこの中でですね、常にこの欲望っていうのがですね極めて強く、比較競争進歩好奇心なんてのは他の動物にはおそらくないかもわかりません、あるかもわかりませんが、我々ほど強くない。でこれがですね、今の経済を作っています。で科学技術と経済という視点で見ますとですね、人間の欲望、どんなこのものを求めているか、潜在的に人類は何を求めているか、これを探すのをマーケティングって言います。すいません、宮崎先生、勝手にこういう要するにね世の中にどんな欲望があるのかで、これを探すのをマーケティング、ざっくり言ってるんですよ、エコ的に言ってということなんです。でそれを作るのをですねイノベーションって言います。新しいものね、その欲求を満たしてあげる。で欲求を満たしてそれを生産する、流通させる、で消費させる、でみんなが使う、で使ったらですねしばらくすると新しい欲望ができます。でもう一生懸命マーケティングやる、脳の中にですね、みんな新しい技術こういうのあるで、こういうものを作ってですね出せばみんなが喜んでわっと消費する。でこれをぐるぐる回します。でぐるぐる回すとですねどうなるか、さっき言いました、発展、膨張には制約条件があります。例えば地球の表面積は一定だ、資源は一定だとかですね、こういう制約条件の中でですね、いろんな問題が起こってくる。しかし、この環境問題も、COP19 もまとまりませんでしたですね、なかなかですねまとまらないと。でこれは我々の文明です。でさらに私たちはですね、我々人類はですよ、この物資源だけでなくてですね、この地球の資源を使って人物金で科学技術化石燃料をこれまで使ってですね膨張してきました。でそれでもですね私たちの欲望を満たすことができません。で、そこでこの金融経済になっていくんですが、通貨をこう印刷します。でかつては例えば日銀が1兆円印刷するとすればですね1兆円の物質金なり銀なりをですね準備したわけです。でこれ当時は打艦制って言いました。金打艦制とかですね。でそういうことしたら間に合わないでやめました。信用でもってですねそれぞれの国は通貨を出す。でどんどん膨張します。実際の価値を超えて膨張します。さらにですね、通貨そのも為替レートですね、あるいはですね株式、いろんなこの証券があります。でこういうものをですねみんなの信用欲望によってですねレベルを変えます。でこれがぐるぐる回っていくところを景気がいいっていう状況です。景気がいいってこれに向かって膨らんでいっている状況です。でこのエネルギーの元はですね我々の脳の集合体、今世界中に71億人までいますが、その、総体がですね実はこの経済システムになると。でもしかしてですねこういう金、金融経済、今や経済の指標は金ですが、これはもしかしたら虚構かも、バブルかも、時々弾けます。で弾けて初めて分かる。でこの未来を動かす通貨そのものの安全性はですね本当にですねこの裏付けがないっていう字が間違ってますが、信用だけでは本当に成立するのか。で、こういうものをですね、元に地域を作ったり経済システムを作ってですね、本当に、私たちの子孫の安全安心な生活を保障できるのか、まあいうことです。で、一昔前までは経済は神の見えざる神の手でですね誘導される、こういう話があります。いっぱい生産する。で、作りすぎたらですね売れなくなってですね、自然的に値段が下がる、みんなが買わなくなる、作らなくなる。で、また次こうやる。まあそういうようなことを言われてたんですが、今ではですねコンピューターシステムを使ったですね、多分見えざる人間の欲望でですね、株価は上がると、為替レートも変わると、おそらくそういう時代になっているのではないかと。で、ここでですねもう一度私たちはこれを、違うものを指してみた。で、もっと根本に変えてですね、人間の経済じゃなくてですね生物の経済、自然の経済で考えたらですねどういうことが見えてくるか、まあ、これエコノミー・アズ・エコロジーって言いました。で、そうするとですねどうやらここで膨らんだものをですねやっぱり金に戻せとは言わない、ただ難しいかもしれない、実物資産に置き換えていった方がより安全になるんではないか、まあいうのがですね後でお話しますストック型社会論のですね基本的な概念です。で、次に我々はどこへ行くのかという話なんですが、まあ予測に関してですが、予測っていうのはですねいろんな方法があります。私自身も新日鉄で OR やってました、数学的に、技術の予測をする、あるいはマーケットの予測をする、まあいうことはやりましたが、そこそこに的中します。でもそこそこに的中するだけで当たることはものすごく少ない確率があります。で、今ですねデータの中ではっきり将来を予測できるのは何か一つですね、これ岩下先生のご専門のところですが、人口動態です。で、世界の人口はですね今71億人です。で、私たちが若い頃、ローマクラブっていうのがですね警告を出しました。第二次大戦が終わった頃の世界の人口が多分18億ぐらいだろうと、予測されてます。で、その後経済成長する過程で人口が増えていった。で、これではね、大変だっていうんでですね、まあ賢人たちが集まって成長の限界というレポートを出して一時いろんな活動がありました。日本も人口に関してですね優生保護法とか、あるいはヨーロッパもアメリカもですね中絶を禁止を、やめる、あるいは中国も一人っ子政策をやる、まあいろんなことをやりました。だけどですね先ほど言いました経済の成長っていうのはどうしようもない、止まらなかった。で、インドは途中でですね人口政策をやめました。どんどん増えていきました。で、成長の限界の35億人を超えて今や71億人に、一昨年ですかなりました。2倍です。で、やがてこれがですね35年後の、2050年には去年までは91億人になるだろうということでしたが、国連がもう1回ですね計算しました。で、96億人までになる、まあいうことになりましてですね、さてと制約条件のある地球表面の上でですね96億人がみんな豊かになれるかいうシナリオを考えられたわけです。で、一方ですね日本の人口を見ます。で、ご存知のように少子高齢化、人口減少です。世界は増えていく中でね、こちらは劇的に減っていきます。しかも高齢化社会になります。で、今この若い方がいらっしゃいますが、今20歳の方がですね、65歳、になる前定年に迎える社会、この頃です。で、この頃になりますとですね実は日本で働く人位置に対して、面倒を見てもらう高齢者と子供が合わせると1対1になります。で、韓国も中国もですね10年遅れとか15年遅れでほぼ同じことになってきます。で、ヨーロッパの国でもですね大体こういう傾向になってきます。で、特にこれ今私たちが研究している八幡東区ですが、もっと劇的です。もっと劇的に少なくなる。でこれに対してどうやるのかと、まあ、いうことなんですが、その前にですねまあ90何億人まで増えられるかということを少しは考えておく必要がある。で野生の生物動物はですね、こう西田先生とか、生物定量評価研究会のそうそうたる方たちもいらっしゃるんであれなんですが、動物の行動はね、環境の変化によってですね、環境圧力で変わります。人の行動もですね、技術とか経済活動、文化、これも環境によってはめちゃくちゃ影響を受けます。日本は特にアメリカ文化のアメリカの技術、そういうものの影響、今はグローバルですが受けて変わってきました。同じようにですね、人間もですね、動物も、全部いろんな圧力でもって変わる。例えば福島のですね、震災、あそこで起こる前のですね、家庭に飼われてた犬、あるいは豚が大暴れしてるみたいですけど、野生化してですね、とにかく人間が変わってコントロールされる。つまり餌も環境も十分だったらみんな平和です。ところがですね、野に放たれたら、闘志丸出しに、なります。犬もですね、豚もですね、馬もですね、走り回ってます。福島に何度か呼ばれていきました。野生に戻っています。多分我々も同じことを起こすんではなかろうか。人間のさっき新しいのサムスイングニューを求めるいうところを除いたところはですね、やっぱり集団社会、これは企業間とかね、例えば国家間、今きな臭いところもいっぱいあります。要するに縄張り争いっていうのはですね、どこでも起こる。で我々の素晴らしい大脳で作ったこの文明、この文化もですね、生物的に見るとですね、危ないかもわからない。で、我々何者かで多分ですね、最近面白い本がいっぱい出てまして、このアリの社会、新社会性動物、アリの世界でどんなことがあるのか。最近アリ一匹一匹を個体識別できるようになりましてですね、アリの研究、これおすすめします。でこの人は3冊ほどその後書いてます。分かりやすくですね書いてます。で社会の分業と協業、それから社会の目的の意味は何か、アリの法則ってこれものすごく思います。2対6対2、去年の6月は衆議院予算委員会でね質問になりました。公務員制度改革かなんかの時にね、総理アリの法則って知ってますかってで言いたかったら何かしてですね、人間社会もアリの法則に従うってことなんです。で多分ですねここで詳しくアリの法則と人間社会の法則をですね、類似性を言いたく説明する時間はありません。ぜひご覧になって、この方はですね、人間との社会の比較にものすごく面白くおかしく書いてあるんです。かつてはですね、こんな書き方をすると生物の世界から追い出された、だけど今はですね、非常に多くの方がですね、こういう本を書かれています。この群れの闘争、これはね、企業間闘争、あるいは企業内の闘争、あるいは国家間闘争、実に似てます。アリに似てます。まあこういう見方をですね、エコっていう最初のですね、私たちが始めたエコ活動ではこういうことをいっぱいやってきましたが、今やこの15年間でいろんな学者がいっぱい証明してくれました。だから多分我々の仮説はですね、正しかったというように思います。で人も人類も変わらないと、アリもですね、人間の大脳でこう膨張してるですね、人間社会もそう変わらないと、まあ、いうような見方でするとですね、まあマクロ的にって言いますか、アナロジー的にどういうことが見えるのかというようなことを思います。でこの本もおすすめです。ダンバーっていう人が書いてるんですけど、まさに人間の社会、人間の行動をですね、生物的にあるいは進化学的に見てですね、どうなってきたのかで、今後どういうことが起こるのか分かりやすく書いてます。普通の人が分かりやすく書いてます。で本についてはご興味があればですね、リストがいっぱいありますので、脳科学から、こういう行動科学までですねご紹介いたします。で要はですねエコのサマリー言いますと、人口の問題、資源の問題、経済の問題、これを調整するのは政治です。でその結果として我々のですね人々の生活があります。で、ここをですね、社会科学、人文科学の世界でしょう。これをですね生物原理で考えてきたのがエコノミー・アズ・エコロジーだと思ってください。で要はですねアナロジーで見るということなんですが、これからの先を見ますとですね、例えば世界の人口が増える過程でですね、人はどんな挙動を示すのか、あるいは日本が少子高齢化人口減少になります。で日本人はですねどんな挙動を示すのかというのをですね生物的に見てみました。でこれはNHK 特集で、3.11 が起こる前まで一生懸命やってました。であれが起こって途中でやめました。で何やってたかというとですね岩下先生あれ何だって感じ明日の日本プロジェクト、ずっと特集でですね実はその後ですね私たちのところも取材に来たんですが 3.11 のあれがあってですね、ネットのメディアでも出てるみたいですが、要するに外国のいろんな人たちが日本を研究しに来ている。少子高齢化人口減少でですね日本人はどんな挙動を示すのかっていうのがですね研究対象になっている。で日本人が成功しようがしまいがですね参考になると。で政策研究にね学者からですね、いろんな政府の機関の方まで来てるということをずっと報じてました。多分それはまだ続けてると思います。で、私たちはですね多くはですねこの生物的に見ると資源地球っていうね環境の制約条件のもとにですねありと同じようにですね資源をめぐって闘争していく競争していくということになっている。で資源がですね結局生存の基本ではないかと。でよくこう生物では資源循環って言われます。資源は循環するんです。だけど人類がですね増えすぎて公害の問題を起こしたり資源枯渇なんかを起こしたりだと。でこういうモデルがよく提唱されました。私たちもこれを最初使いましたね。でその後ですねCOP とかでですね 3R っていうのが有効になりました。でご存知のリサイクルの話なんですが、でこれはね循環だけを言ってます。でこれ多分誤解だと私たちは思ってます。でこのリサイクルだけ回しても意味がない。実はですねこれには時間の概念がない、資源がどのくらいですね止まっとるかという概念が含まれてない。で自然のですね、例えば山火事が起こったとか、あるいはこうなんか火山が噴火して新しくですね島ができて生態系ができる時のですね、経済の成長ってどんなものかしとですね、最初この一年草草が生える。でこれは1年でです資源循環します。で何年も資源循環したらですね栄養塩、要するにそこにストックが溜まっていくわけで、だんだんですね大きな生態系になっていく。ストックが溜まっていく。長持ちするですね持続可能な社会になっていく。こういうように時間と資源の関係というのがあるわけです。でこうやってですね順調に成長していけばですね非常に健全な社会になる。例えば戦後の第二次大戦後の日本とドイツの違いはですね、ドイツは多分こういう成長の仕方をした。同じようにですね爆撃されて瓦礫になった国です。だけどですね木の幹一本取ってもですねこのストックがある、あって初めて成長ができるわけで、年々生産するものがですね溜まっていくというもの、こういう仕組みでないとですね、持続可能で豊かなものにはならないが、なぜか日本はドイツと違ってですね一年草のまんま、その経済が成長した。でこれをこう見ていきたいと思います。で我々はどこに行くのかという話になっていくんですが、特に日本人はどこに行くべきかというのを今の観点からですねお話ししていきたいと思います。これからはこの治療法の話です。でここからストック型社会になります。今まではエコエコ理論なんです。